めて。どうして、どうして、助けて。薄暗い洞窟の中でも明かりの全くない真っ暗闇の部屋を見つけた。中でピチャピチャ水滴が落ちて反響する音を聞く限り、それほど広い感じじゃない。入りたくないけど、もしかしたらここに奈穂ちゃんがいるかもしれない。あの子いつもクールだけど、さっきの様子だと奈穂ちゃんも怖がっているのかも。怖くて震えているのかも。奈穂ちゃん？返事はなかった。水の落ちる音がうるさくて人のいる気配は判別できない。部屋の外の淡い光が入るから出口は中からでもよく見える。出られずにパニックになることはないと思って私は部屋の中まで入ってみることにした。うっ、やだ。何この匂い、臭い。なんか腐ってる。やだ、何かこぼれた。足にかかっちゃったよ。何これ。息ができないほど濃厚な鉄みたいな匂い。これ血、血の匂い。まさか、なんだか太ももがかゆい。思わず指で書いてしまった。真っ暗でわからないけど描いた指の腹にお米のような丸い小さな粒がついている。指でこね回すとペタペタして本当にお米のようだ。って、何これ、皮膚？太ももの？いやだ。あ、明るくなった。匂いが強烈なわけだ。部屋の四方の壁という壁、床という床に血しぶきのようなものが付着している。どれだけたくさんの血液が飛び散ればこれだけの範囲を染めることができるのか。しかも乾ききっていない。つい最近この部屋は使われている。そこら中に得体の知れない肉片や骨っぽいものが転がっている。一体どんな恐ろしいことが行われている部屋なのだろう。なんかさっきから太ももがかゆい。また指で描いてから私はふと自分の足を見た。そして全身の血が凍った。無意識に描いていた私の足に白い小さな虫がびっしりとついていた。指の腹にも潰れて2匹、スカートにもソックスの上にも靴と足の隙間にも。パニックを起こして私は虫がいっぱいついている靴を脱いで振りはたいた。スカートの裾を掴んでソックスの端をつまんでバタバタはたいて虫を飛ばした。よろけた私はソックスのかかとで赤く濁った水たまりに踏み込んでしまった。頭が真っ白になる。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。
場だ。食用の家畜を解体して食肉にする場所だ。だから自然なんだ。この部屋の存在は別に不自然じゃない。この血は、あの肉片は、あの大きな骨の塊は動物のもの。汚れたバケツが置いてある。大腿骨のようなものがたくさん刺さっているもの。ブルブルした黄色や白い身のついた赤黒い肉の塊が詰め込まれたもの。直視できないそれらに混じって私は見つけてしまった。人間の腕が数本刺さっているバケツを。あげるときは意志の力を必要としないんだ。ごく自然に、驚くほどオートマチックに、私の体の奥から、お腹の底から悲鳴が絞り出されてきた。全身の感覚が針のように敏感になっている。部屋の外の通路からかすかに誰かの足音が聞こえたような気がした。胃がキュンと縮んで、出していた悲鳴が途中で止まる。確かだった。部屋の外の通路を何者かが近づいてきている。足音からして奈穂ちゃんじゃない。意識に情けない声が漏れ出して、私は慌てて口を塞いだ。どうしよう、近い。外の通路は一本道になっていたから、外に逃げ出すと足音の主に見つかってしまう。隠れてやり過ごすしかないよ。扉は難なく開いた。しかも勝手に閉じてくれる。私は後ろを向いて、お尻から体を棚の中に押し込めて、閉まりかけの扉に指をかけ、引き負いをつけて引っ張った。狭い棚の中に身を潜め、足音が部屋を通り過ぎてくれることを祈る。だけど翌
くよく考えると、この部屋の電気をつけたのがこの足音の主なら、この部屋に用があるってことになる。悪い方に考えると、どんどん頭の中が真っ黒になっていく。別の生き物のように勝手にカチカチと動く口と、引きつけを起こしたように震える肩を必死に掴んでなだめながら、私は目をキュッとつむって漏れそうになる声を飲み込んでいた。部屋の中の様子が伺えた。通り過ぎてと願った私の祈りを蹴散らすように、部屋の中に誰かが入ってきた。部屋に入ってきたそれは異様なものだった。人というよりはなんだかよくわからないもの、とするものが入ってきたような驚愕とショック。いや、確かに人の姿だけど、現実離れした顔も異常に大きな体も、私の想像をはるかに超えて恐ろしかった。その男は気絶していた様子の女の子を肩に乗せていた。部屋の中央にあるあの血まみれの机に歩み寄ると、乱暴にその子を投げ落とした。女の子が苦しげなうめき声を上げて覚醒する。まだ生きているんだ。足が太ももから切断されている。なんてことなの。男が女の子の上に馬乗りになって、机についている拘束具のようなもので右腕左腕と自由を奪っていく。待って、何をする気なの。私の隠れている棚を通り過ぎて部屋の隅に行き、工具箱のようなものを乱暴に引っかき回し始めた。金槌や切りなどが床に散らばって、女の子の乗せられている机の下にも転がり込む。荒い動作でそれを回収する。あそこに隠れていたらきっと見つかっていた。やがて巨大なペンチのような器具を持ち出して女の子の元に戻ると、再び机の上に乗り、体の上にまたがった。大きなペンチ。男は無言で必死にもがく女の子の方をわしづかみにし、ギリギリと締め上げる。強引に口を開けさせたと思ったら、そこに大きなペンチを差し込んだ。慣
れた手つきで素早く両手でペンチの両端を握り直すと、耳に開いて押し込み始めた。で掴むと、男はためらいもなくそのまま一気に引き抜いてしまった。喉から泡の音を立ててしばらくもがいた後、女の子は動かなくなった。気づくと私は涙と一緒に失禁していた。狭い棚の引き戸の中に私の尿が溜まり始める。これ引き戸から外に流れ出たら、ダメ、止まって。お腹に必死に力を込めて失禁を止める。見つかったら殺されると思ったら止めることができた。痛っ。お腹の奥が痙攣したみたいに痛む。こんなひどい経験。男は足元にあったアルミのバケツに引き抜いた舌を投げ捨てて、さらに手に持ったペンチを工具置き場に乱暴に投げつけると、舌の入ったバケツを持って部屋の外へゆっくりと消えていった。目の前で起こった恐ろしい出来事に、私は言葉通り腰が抜けてしまった。でもこのままいたらまたあいつがやってきて、見つかったら今度こそ殺されるかもしれない。とにかくここを離れようと、私は棚の戸を開け部屋に出た。女の子はピクリとも動かない。生きているようにしか見えないのに、マネキンのように動かない。死んでいるんだ。じっと見ていると、私の脳と心の判断が噛み合わずに気持ちが悪くなってくる。胃袋の奥から湧き溢れてくる悲鳴を必死に噛み殺して、私はこの部屋を後にした。何なのこれ。夢なら早く覚めて、お願い。夢かと期待しても覚めない。現実だと理解するには私のリアルを超越しすぎている。私の脳はだんだんと飽和状態になってきた。物を思考する回路にぼんやりと霧がかかってしまっている。なおちゃん、なおちゃん、助けて。それから何日経っただろう。途中で携帯の電源が切れて、時計も止まって、私の中で時が消えてもずっとナホちゃんを探し続けた。何も食べてない、何も飲んでない。もう何回も眠っているから、きっと数日経っている。ポケットにはお母さんがくれたチョコが入っている。でもこれは私とお母さんをつなぐ大事なものに思えて食べられなかった。私たち。
Ha ha ha!